今日はどこに来てますか？イエーイ、キムとナナコ。ナイス、当たんの？エントリー説明しよう。美女と野獣魔法の物語に乗るためには、入園後にディズニー公式アプリでエントリー受付を行い、抽選を突破する必要がある。確率は2分の1と言われているが、これは私の友達が言っていたので、あまり信用しない方がいい。どうなってます？何これ、いけるってこと？いや、いけるっぽい。2時半え、ほんと？美女と野獣いける、ペイマックスそんなすんなり当てるもんな。あ、取得したよね。え、待って、どっちも投げる。え、やった。私さ、この前来た時に2つも外れたよ。いける、ほら。え、待って、死ぬ、やば。いや、死なない、嬉しい。やば、なにどうですか、初めてのお城どうですか、感想。いやいやいや、お城よりポップコーンなのね。ここ新エリア。そう、ここ新エリアです。なんか昔から歩いたことあるみたいなこの地面だね。死ぬ。そうなの、昔から歩いたことあるような感じの木。肌馴染みのいい、あ、地面、肌馴染みのいい地面。そう、なんか地面の歩いたことは思えない。多分ナナは、うん、死んでるの。ナナは死んでる。これ美女、あ、野獣か、ね、野獣だと野獣側の人ですか。ほら、ここら辺だよね、確か食べたい。こうなになに、言語障害バグってる。いや、最悪なんだけど、思考回路が。最初の救ったらいいよ、食べよう、食べようよ。どう、え、なに、そんな美味しくない顔してる。フッ素の味、それ。え、フッ素フッ素え、ちょっと食べたい、フッ素。あー、なんか歯磨き粉のリンゴって感じの味だね。あ、ごめんなさい、あんたが言ったんでしょ、フッ素って。ここじゃん。え、ここ並んでね。はい、買ってきました。これはクリームチーズビールみたいな感じ。違う、なんかビールじゃない。え、それ何これ、じゃあ何だっけ、ベリーチャーズだって。ベリーチアーズ、なんか混ぜて飲むらしい。あ、そうだ、そう、上がクリームチーズの味がしますね。で、もう一つも一番楽しみなのね。やばい、そもそもしてた。これチーズとハムが入ってて、外がフレンチトースト、絶対美味しい。いただきます。匂いが甘い。あ、美味しい。肉入ってる、肉。うん、え、めっちゃ美味しい。こんな美味しい食べ物あったんだ。うん、うん、ちなみにこのさ、なんかさ、なんかなんかミッドナイトサマーとか出てきそうじゃない？この辺まだ生きてる。だって家に全部人形だ。ここね、何の部屋なんだろう、ここ。特にモチーフにしただけじゃないの、信じる。正論もういいかな、もう満足、大満足みかん。はい、なんちゅう顔してるの。でね、なんとですね、私たち美女と野獣が当たったからこれから乗るんですけど。みんな当たるもんなの？いや、私この前来た時外れた。私の名義最強。え、最強、なんか運あるよね。今年1。え、今年1なの？1位。え、何、何に？水亀座エビ型。そうなの？そうだよ、1位だって。え、すごくない？ずっとずっと一緒にいようよ。なんかずっと一緒にいたら私の運気も上がりそうじゃない？鏡にしてんねん。初めて入る。滝があります。どこへ行ったの？え、すごい、わぁ、すごい、すごい。これから乗るけど、どうですか？緊張します。
女が僕を見て、そしてそっと触れてくれた。俺たちのいたずらだろう。泣いてる？ちょっともう感動して私。泣いてる？ちょっと涙が出てきましたね。説明しよう。キムは綺麗なものや感動すると感受性が強すぎてすぐに泣いてしまうんだ。例えば高校の授業で見た化け物の子、この映画で感動しすぎたあまり泣きすぎて周りに心配され自分が化け物扱いされたり、はたまた専門学校の授業中、着付けの先生の夫との馴れ初めを聞いてなぜか感動して号泣、何か心に闇がある子なのかと思われたりして大変だったんだぞ。帰り際着付けの先生に、大丈夫？電話番号を渡すから相談したいことあったら相談してきてねと言われて、何時間か待っていたけれども何時間経っても電話番号はもらえなかった。そんな過去がある。以上。ちょっと涙が出てきましたね。本当にそんぐらい良かった。エロさんマジすぐ泣くんだけど、どうしよう。更年期障害かな。赤ちゃんか私ぐらいしか泣いてないんだけど、とりあえず寒すぎてやばいっす。もう早く帰ろうとしてる。正直帰りたい。全然帰って焼き肉食べたい。焼き肉食べたくない。焼き肉食べたいよね。乗るもんだけ乗って帰ろうよ。そうだね。あ、オッケーオッケーオッケー。そんな感じで行きましょう。じゃあはい、こんな感じで。まあね、今日はたくさん乗ったな。うん、本当にたくさん乗りました。でね、ポップコーンも食べたし、いろいろ食べたし、あ、寒い。なんと言っても、だからそろそろ帰ります。じゃあ今日はディズニーバイバーイって感じで。どうしたどうした、何でしょ、何で後ろ下がったおっぱいボヨンボヨンってなってる。何やってんの。え、怖い。